じゃじゃじゃ人の大きさすぎる。化け物かもしれない。じゃじゃじゃ、なんか綺麗な結果。あれは超かっこいいね。はい、コズの趣味部ようこそ。今回はね、またちょっとね大きめのフィギュア、を紹介していきたいと思います。こちらで見えますか。はい、海外から、荷物が届きました。はい、EMS って書いてますね。はい、これはねちょっとね開封したいと思います。はい、で段ボールからね、出した状態、それがねこれです。はい、モロ発泡スチロール。うん、はい、まあ、ちょっとね重みがあります。はい、じゃあこれをね、早速、開封したいと思います。はい、じゃあね、初ですけれどもいきます。いくぞ。シャリンガン。はい、ではね、この状態からね、早速パカッと開けていきましょう。パカッと、はい、天面が外れました。はい、まあね見ていきましょうか。はい、まあ、これを見るとね、もう分かる人が分かりますけどね、まあ、通貨タイトルで分かってるか。サムネイルとかでね、サガ、やっぱかっこいいなぁ、サガ。あ、これはあれですね、メットですね。はい、で、脚部、足の部分ですね。いいね、結構重量感ありますよ、これだけでもね。はい、じゃあ今度この下の段をね、いきますね。はい、はい、吹き飛びましたね。思いっきり吹き飛んだわこれ。はい、今度はね、いやーすげえ発泡スチロールの粉がすげえ。はい、胴体部分、いやーすごいなー、胴体部分もすごいな。もうこれ開けちゃうか。もう粉がすごい。はい、神々しいね。いや、ペイントもしっかりされてる。かっこいいなぁ、マントもあって。いやー、これはかっこいい。よし。で、多分この下が、台座ですね。ということでね、台座です。はい、ジェミニのサガ爪。はい、結構ね海外では有名なフィギュア、メーカーのね、爪マサミクルマだ。はい、集英社東映アニメーション。はい、ジェミニのサガのっていうね。こっちがあれですね、天面ですね。こっちが裏側だね。うん、
滑り止めか、これは。なるほど、はい、ここに下がって書いてあります。はい、ということでね、以上で、部品は全部出し終わりましたんでね、こっからね、車輪ガン。はい、ということでね、とりあえずね、また一部一部見ていきましょう、細部をね、はい、一応ね、ここにね、ちょっとへこみとかありますけれども、ここね、これはね、ヘルメットをつけて、やるんで、ここにちょっとへこみを入れてある仕様ですね。はい、塗装もね、グラデーションが結構ちゃんと効いてて、なかなかいいです。胴体がやっぱ一番重いね。脚部、はい、まあね、ジェミニはね、特に結構ねクロス自体がシンプルなんでね、まあ特にねこれといった特筆すべきことはないですね、まあ色ムラもなく綺麗に塗られてる状態です。はい、で、で、マスク。まあね、いわゆる、バケツヘルメットって言われてるね、ジェミニのヘルメットですけれども、ちょっと顔、これ、顔認証するね、ビデオカメラ、ちゃんと顔認証してます。スマイル。スマイル検知してます。で、こっち。あ、こっちもスマイルやってるけど、1%。こっちはスマイル 7% で、裏これはね、まあ、固定する突起ですね。はい、まあサガはね本当ヘルメットかぶらないんでね、なぜこうカタクマにヘルメットをかぶらないのか、まあ、おそらくヘルメットがダサいからでしょう。もうちょっとねかっこよかったらな、ヘルメット。あとここのねツールのあれをね、こういう形じゃないと思うんだけど、もうちょっとツールってこうねなってると思うんだけど、で、あと漢字の顔ですね。はい、まあちょっとね、横向きにこうね、睨みを利かしたような、顔になってますね、で、毛の先までちゃんとね、塗られて、出来としてはね、ほんとすごいですよ。セイントクロスマイスとかね、あのシリーズもほんと出来ですけどね、これもほんと顔はね、似てますね、まあ、こういう感じで、じゃあ実際ね、胴体を、全部組み上げてみましょう。まあ、こんなのはね普通に簡単なんだよね。あ、すごい、あのねバン、これもやっぱ海外製なんでマグネットが仕込んでありますね。普通に吸い付きましたね、カションって。で、これが多分、あ、これもすごいカションってはまりましたね。多分これもマグネットがここに埋め込まれてるはずなんでね。はい、よし、お、普通に吸い付くね。はい、おー、すごい、かっこいい、サガ。
風だなこれ。はい、じゃあねちょっと台座にね、乗せてちょっと見てみますか。若干腰がぐらつく感があるけど、じゃあね、ちょっと、カメラを手に持ってね、細部まで見ていきましょう。はい、ということでね、下から順に、見ていきましょう。まず台座はね、本当、なかなか凝った作りはしてますね。ということでね、こんな感じの、フィギュア、セイントセイヤのね、爪っていうね、メーカーの、フィギュア、こちらはね、海外、100体限定で、売られているものですね。今現在も、海外でなら海外サイトなら、手に入ると思います。まあ、日本ではね、そうそう持ってる人が少ないんで、まあ、オークションでもね、見かけない品ですね。はい。いやー、ほんとね、結構いいですよ。大きいな、これ。何センチあるんだろう。はい。メジャーで測るとね、こんな感じです。だいたい34センチぐらいかな。うん。まあ、台座込みで34センチぐらい。でまあ重さはね、だいたい2キロくらいかな。うん。いや、ほんとかっこいいわ。あのね、このシリーズでね、アイオロスもあるんだけど、アイオロスはめっちゃかっこいいんだよね。ライトニングボルト、構えてるポーズでね。しかも LED 内蔵っていうね。あと、シリュウとかね、一機とかもありますね。ジェミニだけすだちなんだよな。もうちょっと動きがあればな。せめてアナザーディメンションとかさ、技放ってるところがよかったな。こう言えば、ギャラクシアンエクスプロージョン。まあでも、すだちでもすごいかっこいいけどね。うん。ということでね、今回はね、また珍しい海外製のフィギュアの紹介ということでね、やらせていただきました。まあね、また、珍しいフィギュア、
手に入りましたらね、随時、動画をアップしていきますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。以上で、私の動画終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。